おはよう、キリト君。ごめん、俺いつの間にか寝ちゃってたみたいだ。アスナと話をする気だったのに。ううん、いいの、疲れてたんでしょ。どうしたんだアスナ、こっちを見て笑って。こうしてるとね、昔のことを思い出したの。 SAO で私が攻略組として活動してた時、キリト君、芝生で眠っちゃった私のことを見守ってくれてたでしょ。ああ、そんなこともあったな。よかった、キリト君覚えてくれてたんだね。もちろんだよ、第一あの時は俺がアスナを昼寝に誘ったわけだし、県内じゃモンスターは襲ってこないって言っても、女の子が外で寝るのは何かと危険だったからな。そうだね、あの頃はデスゲームだから、ほんの少しの油断も命取りになっちゃう。なんだかあの時のアスナの寝顔は今でも忘れられないよ。血明騎士団の副団長様があんな無防備な顔して眠るなんて想像だにしなかったからさ。なんといってもあの先行様だし。ちょっと、それはどういう意味かしら。私そんなに怖かった？いや怖いってわけじゃないけど、俺がアスナに抱いているイメージとのギャップにドキドキしたって感じかな。そっか、あの時は目覚めた時すごくびっくりしちゃった。だってキリト君がすぐ隣にいるんだもん。まずはキリト君に寝顔を見られちゃったんだっていう恥ずかしさが最初に襲ってきたわ。でもあんなに落ち着いて眠れたのは久しぶりだったから、すごくすっきりした感じもあって、それからはだんだん悔しくなってきちゃったの。悔しい？だってキリト君、満面の笑顔でおはよう、よく眠れた？だなんて聞くんだもん。寝顔を見られちゃった私は恥ずかしい思いでいっぱいなのに、キリト君はすごく余裕な態度でしょ。その時になんだかこの人にはかなわないなって思っちゃったの。あ、いや、実は俺あの時余裕なんかじゃなかったぞ。どういうこと？だって血明騎士団の副団長になったアスナは、俺たちが仮装で旅してた時とかなり雰囲気が変わってたからさ。少し遠くなったアスナがまたこんなに俺の近くにいるんだと思うと嬉しかったし、すごく緊張した。そうだったの？ああ、だから必死で余裕に見せかけるためによく眠れたなんて言ったんだよ。内心は久しぶりのアスナにドキドキして平常心でいられなかったのを隠すためにな。なんだか嬉しい、そんな風に思ってくれてたなんて。そうか。キリト君どうしたの？いや、こういうことを言うのってちょっと俺っぽくないような気がしたんだ。本心ではアスナの寝顔に照れてたって白状するなんてさ。ううん、それもキリト君っぽいよ。だってキリト君はクールに見えて正直なところもあるでしょ。そうなのか？うん、キリト君はそこが可愛いんだよ。可愛いって複雑だな。かっこいいキリト君も可愛いキリト君も私は大好きだよ。どっちのキリト君も私が知ってるキリト君だからね。ああ、それならいいけどさ。また照れてる。からかわないでくれよアスナ。でも今の俺がアスナの知る俺でよかったよ。うん、大丈夫だよ。だから安心してキリト君。ねえキリト君、記憶がちゃんと戻ってるかまた確認しようか。ああ、よろしく頼むよ。わかりました。それじゃあ今回は結構昔の記憶から確認しようね。では始まりの街でキリト君と私が出会った時、私が食べていたものは何でしょう？パンだ。黒くてモサモサした美味しくないやつ、あれにクリームをつけてみたらって俺が勧めたよな。正解です。ああ、食べ物のことは忘れないからな。あ、それじゃあ食べ物以外のことを質問した方がいいかもね。ああ、確かに
その方が忘れてる可能性高いかも。それじゃあキリト君、県内事件は覚えてる？ああ覚えてるよ。アスナと俺が一緒に昼寝した後、アスナが見張りのお礼にご飯をおごってくれるって言って、あ、そうそう、マーテンって名前の町に行って一緒に食事してる時に起こった白昼の殺人事件だが、その殺人事件はただのフェイク。ギルド黄金リンゴのメンバーが殺されたギルドリーダーの死の真相を暴こうとして起こしたんだよな。うん、正解です。ああ、そういえばあの時事件が起きたせいで結局生野菜のサラダしか食べれなかったんだよな。マーテンのあの店は NPC 料理店の中じゃかなりイケる店だったのに。あの後アスナが串焼きをおごってくれたのは覚えてるけどさ。やっぱりキリト君の記憶は食べ物につながっちゃうんだね。でもとりあえず県内事件はどんなものか覚えてたってことだよね。次はどうしようかな。じゃあまた食べ物には関係ない質問をするわね。私がキリト君と調査に行くとき着てきたお洋服を作ったデザイナーさんの名前は？え、アスナ、いつもの騎士服じゃなかったか？ムム、キリトさん。あ、あ、そういえばあの時の服か。殺人事件の調査に行くのにアスナがめちゃくちゃおしゃれしてる。一体なんでだろうって思ったんだ。そんな衣装だったの？ちょっとひどいよ。服装は今でも鮮明に思い出せるぞ。シャツとベストとミニスカート。ああ、ヨルコさんがアスナにそれなんとかさんの作った服ですよねって言ったのも思い出せるんだけど、ああ、ダメだ、デザイナー名までは思い出せない。うん、覚えてないんだね。やっぱり記憶にちょっとほころびが出ているのかな。なあ、どんな格好だったかは鮮明に思い出せるんだけど、デザイナー名まではあれ。でもこれって普通じゃないか。俺もともと防具のブランドとかには詳しくなかったし。あ、言われてみればそうだね。男の子はお洋服のブランドまでは知らないか。ほら、俺のせいじゃないだろ。う、確かにそうね。分かったわ。じゃあ他の記憶を確認しましょう。では第2層でキリト君が買ってきてくれたおまんじゅうに入っていたものは何でしょう？黄色くてあったかいクリーム、アスナの顔にぶっかかってめちゃくちゃ怒られた。あ、また食べ物の質問をしちゃったわ。これだとキリト君覚えてて当然だよね。アスナは俺を何だと思ってるんだ。ごめん。それじゃあ第2層で私たちが出会った大切な友達の名前は？キズメル。忘れるわけないよ。よかった。クエストの内容が変わったことがきっかけでキズメルとは長く関わることになったよな。うん、そうだね。私キズメルと関わってキリト君が言っていたことの意味が分かったの。俺が言ったこと？うん、 NPC もこの世界で一生懸命生きているって。確かにキズメルはいつも一生懸命で強くて優しかったから。ああ、そうだな。本当に懐かしいね。2年も前だって思うのが不思議なくらい。キリト君にとっては2年以上前になっちゃうのかな。うん、もうかなり昔のことに感じるよ。でも楽しかったよね。いろんなところを2人で冒険して。ああ、たくさん思い出があるから振り返るのも大変なぐらいだ。本当にね。いっぱい喋っちゃったし疲れたんじゃない？今日はそろそろ終わりにしよっか。いや、俺まだまだアスナと話したいよ。アスナとの思い出忘れてないかちゃんと確かめたいんだ。分かったわ。じゃあセルフイメージクイズ続けるね。もうどうしてレストランの名前までちゃんと覚えてるのよ。そうそう忘れられるもんじゃないだろう。アシュレイさんは忘れてたのに。そこはほじくり返すなよ。ねえ、キリト君は大丈夫だよ。え？ほら、いろいろ確認したけどちゃんと全部覚えてるでしょ。特に食べ物のことは完璧だし。
そういう食い意地っ張りなところもキリト君らしいし、大丈夫。へえ。じゃあこれはどうかな。急にどうしたの？耳にキスするなんて。これは俺らしくないかな。なんだかアスナが可愛くて突然したくなったんだ。たまにこういうことされた覚えがあるので、これはキリト君らしいと見なします。よかった。でも不意打ちは反則です。ごめんアスナ。よく寝たな。そろそろ起きるか。ちょっとだけ。なんだこの感覚は。キリト君ごめんね、ちょっとだけだから。俺の胸に何かが当たっている。アスナさん、なんで俺の胸に触ってるんですか。これは違うの。違うって何が。事故だよ。たまたま手が当たっちゃったっていうか。いや結構がっつり触られてるんだけど。それはごめん。手を離すわ。いや、アスナ、寝てる俺の胸をまさぐるなんてエロいなと思って。まさぐるってそんな。キリト君のバカ。私そんな変な気持ちで触ったんじゃないもん。やっぱり当たったんじゃなくて触ったんだ。事故じゃないっていうのは認めるんだな。誘導尋問だったの？ひどい。ごめん、つい意地悪しちゃったよ。別にいいぞ、俺の胸ぐらいいくらでも好きにしてくれ。だから変な意味じゃないってば。ははん。じゃあどういう意味なんです、アスナさん。それはキリト君の心臓ちゃんと動いてるかどうか確かめたかったの。俺の心臓。現実世界でラースのアルバイトを始めてからキリト君体に生体チップをつけることになったでしょ。ああ、ラースのスタッフに勧められてな。それでアスナにも俺の生体データが見られるようにしてくれって頼まれて専用アプリ組んだんだよな。だってキリト君そんなもの埋めるの危ないからやめてって言っても聞いてくれないんだもん。だからせめて私にもキリト君の体の状態がチェックできるようにしてほしかったの。まあ俺はアスナに心配かけるようなことばっかりしてるからな。アプリのモニターでキリト君の心臓が動いているのを見るたびホッとしたよ。あんなことになるなんて思ってなかったから私本当に怖かった。でもあのアプリがあって助かったわ。生体チップの位置情報が途切れた場所を特定できたし、ユイちゃんに協力してもらってキリト君を見つけられた。ああ本当にアスナには感謝だな。頑張って俺のこと探してここまで来てくれてさ。だってキリト君がもし死んじゃったりしたらどうしようって思ったんだもの。だから俺の心臓の音を聞きたかったのか。うん、本当に君が生きてここにいるって確かめたかったの。そっか、また心配かけちゃってごめんなアスナ。もう安心したから。またこうして君の音が聞けたもの。ねえ、もう少し聞いてもいいかな、君の音。ああもちろんだよアスナ。アスナ眠いのか。ちょっとね。でもまだ寝たくないから起きてるよ。君ともっと話がしたいもの。俺に気を使う必要はないよ。ゆっくり休んでくれ。アスナ、魔獣の対策だとか、いろんなことで疲れてるんだと思うし。でも。いいから、また起きてから話そう。ありがとう、キリト君。じゃあ、ちょっとだけ眠るね。
起きたか、アスナ。よく眠れて気持ちよかったよ。どうしたんだよ、ニオニオして。嬉しくなっちゃったの。ゲームの中で寝ちゃうと、そのまま寝落ちして、起きた時はもうキリト君は隣にいないでしょ。でもこの世界だと、寝ちゃっても目覚めた時、キリト君がそばにいてくれるんだと思って。確かに SAO の時はログアウトできなかったけど、他のゲームじゃ寝落ちするもんな。オリジンの世界でも GGO でも、アスナとこうして一緒に眠ったけど、寝落ちしちゃうことはあったよな。そうだよ、そういう時ってなんだか目覚めた時すっごく寂しいの。それは少し前まで一緒に話してたキリト君と離れちゃうからかな。現実世界じゃ朝まで一緒にいるなんてことそうそうできないもんな。そうだよ、学校だってあるし。だから今現実の世界でキリト君と添い寝したみたいで嬉しかったの。ああ俺も嬉しいよ、こうして一緒にいられてさ。でもいつか現実世界で結婚したら、キリト君と毎日こんな風に過ごせるんだよね。あ、そうだな。でもその未来を実現するにはまだもうちょっと時間がかかるよね。キリト君はアメリカの大学に行って、私も一緒についていくけど、卒業するまで4年はかかるでしょ。ああ、あのさ、アスナ、実はずっと言わなくちゃって思ってたことがあるんだ。ん？何？いや、前は確かにアメリカに行くって思ってたんだけどさ、今少しどうするか迷っているんだ。それは俺がこのアンダーワールドの人々と関わり始めてから考えるようになったことだった。ラースによる実験場として作られたこの世界、ある目的を達成するために最終負荷実験を強いられ、命を失うことになるであろう人々。確かに彼らはこの世界で生きている。なのに現状、彼らをラースの支配から解き放つことは不可能だ。この儚く脆い世界の人々のために俺は一体何ができる、どうすればみんなを守れる。だがもし俺がラースの職員となって彼らを守る方法を画策することができれば、自分がどうしたいのか、どうすべきなのか、まだ答えは出ていないんだよ。うん、でもなんとなくわかるよ。キリト君には守りたい人たちがいる、そうでしょ。ああ、アスナは何でもお見通しなんだな。当然だよ、私はずっとキリト君のそばにいたもの。そんなに焦って答えを出さなくても大丈夫だよ、キリト君ならきっといい答えが見つかるわ。そうかな。うん、だからまた決まったら教えてね、待ってるから。何があっても私はキリト君と一緒に行くよ、どんな世界でもどんな選択でも。ありがとう、アスナ、いつか決まったら必ず話すよ。うん。なんだかホッとするな。どうしてだ。すごく変なことなんだけど、私キリト君がもし現実世界の私とのこと忘れてたらどうしようってちょっとだけ不安だったの。ほら、ゲームの中で一緒にいた時間の方が長いでしょ、だからかな。そうだったのか、そんなの忘れるわけないじゃないか。うん、君は覚えてくれてた。当然だよ、アスナも結城アスナも俺にとっては誰より大切な人だからな。現実世界でアスナとしたデートも何もかも全部覚えてるぜ。嬉しいな。ねえキリト君。なんだ。指切りしてくれる？これからずっと先、いつまでも私たちは一緒に生きていくって約束したいの。ああ、いいよ。アスナの指ちっちゃくて可愛いな。キリト君の手はちょっと大きくなったみたい。約束するよ、将来もずっと俺はアスナを守り続けるって。ありがとうキリト君。キリト君が何を選んでも私は必ずキリト君についていくよ。キリト君の夢が私の夢だから。ねえキリト君。
どうした？あの、この世界って禁忌目録でいろんなことが禁じられているんだよね。なあ、そりゃもう1000個以上やっちゃいけないことがあるぜ。そのやっちゃいけないことについてちょっと聞きたいんだけど、いい？いいよ。俺もそこまで完璧に覚えてるわけじゃないけど。どうしたんだよ、黙って。この世界って結婚してない男女が添い寝しちゃダメだっていう決まりはないんだよね。ああ、それは別に禁じられてないみたいだぞ。うん、そうだよね。アスナ、どうしたんだろう。アスナが何か言いたげだ。あのね、キリト君、そういうことはつまりこの世界でも結婚ってあるんだよね。ああ、あるみたいだぜ。そっか、あるんだね、結婚。結婚ってドレスを着て式をしたりするのかな。詳しくは知らないけど、現実世界のとそこまで大きな差はないって話だからな。いいな。ほう、なるほど。な、何？いや、アスナはもしかしてこの世界でも結婚したいのかなと思って。それは本音を言うとしたいかな。そうか、ならまず教会に行かなくちゃいけないな。確か登録が必要ってことらしいから。でも今はいいの。なんでだよ、別に隠すことはないだろ。恥ずかしがってるってわけじゃなくてね。今はガラントや魔獣のことで大変でしょ。こんな時に結婚なんて無理だよ。まあ言われてみればそうか。うん、それでもなんだかこうしてると SAO で結婚した時のことを思い出して懐かしくなっちゃったの。確かに懐かしいよな。うん、私たちが結婚した日は大変なこともあったけどね。キリト君、私を守るためにごめん、辛い記憶だよね。いや、忘れちゃいけないことだからな。それでも俺はあの時アスナを守れてよかったって思ってるよ。本当？ああ、それから確かアスナの家に行って、うん、キリト君どうしてニヤニヤしているのかな。なんでもないぜ、別にアスナと初めて。ちょっと一体何を思い出してるのよ。まだ何も言ってないだろ。それでも大体想像がつきます。ごめん、だってあの時アスナがエロ…なんて言おうとしました、キリトさん。いや、アスナさんが積極的というか、なんというか衝撃的なことが…あれはキリト君が今夜は一緒にいたいだなんて言うからだよ。いや、俺の方は全くやましい意図などなく…もう私だけのせいじゃないもん、キリト君の意地悪。ごめん、ついつい思い出したら俺もなんだか照れちゃってさ。照れ隠しでもしていいことと悪いことがあるよ。本当に恥ずかしいわ。けどアスナと結婚できて本当に嬉しかったな。うん、私もだよ。やっとキリト君と思いが通じたんだもの。人生で一番嬉しい瞬間だったかもしれないわ。私ずっとキリト君のこと好きだったから。俺もだよ。俺もずっとアスナのこと好きだったし、何があっても守りたいって思ったんだ。どうした？今の言葉やっぱりキリト君らしいなと思って。ちょっと意地悪なところもあるけど、誰よりも優しくて私のことをいつだって大切にしてくれるの。アスナ、キリト君と結婚して一緒に暮らした2週間は絶対に忘れられない思い出だよ。ああ、一緒に暮らした時も楽しかったよな。うん、何より大切な思い出だわ。あのさ、アスナ。何？その簡易的になっちゃうけどさ。どうしたの？手を握って。この世界でもいつか結婚したいけど、まず今言葉で誓うだけじゃダメかな。
その愛を。なんだよ。ごめん、照れたキリト君が可愛くて。ダメじゃないよ、私も誓いたいから。よかった。それじゃあ言うぞ。霧ヶ谷和人は生涯結城アスナを愛することを誓います。結城アスナは生涯霧ヶ谷和人を愛することを誓います。誓ったな。誓ったね。あのアスナ、ん？本当は教会で誓いを立ててからじゃないとダメなんだけど、俺たちは禁忌目録に縛られてない。誓いのキスくらいは許されると思うんだ。うん。だからそのアスナはいいかな。もちろんだよキリト君。それじゃあ、うん、私幸せだよキリト君。ああ、俺もだよ。二人でいろんな世界を冒険したけど、どの世界でもキリト君とこうして愛を誓えるなんて。これからもキリト君との時間と思い出を大切にしていきたいな。ああ、俺とずっと一緒にいてくれアスナ。ねえ、やっぱりキリト君はキリト君だよ。記憶も魂も何もかも。ん？だって君はやっぱり私の気持ちを分かってくれるから。こんなにも思いが通じ合うのはキリト君がずっと変わらないでいてくれたからだよね。ああ、これからも俺は変わらないよ。どんな世界でもずっとアスナのことを守り続ける。